ファイナルファンタジー7リメイク、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、クラウドたちのターンですね。男性パートっていうのかな。で、こう扉を開くことが先決だ。わかってるけど、よし、あれあれ、扉開かなかった。あれ、前回開いたよね。あー、これあれなんだ、4開くと全部あれなんだ。輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。閉まっちゃうのか。え、じゃあこれどうすんの。どうすんだこれ。じゃあこれ、いや、まあいっか、とりあえず進むか。ティファたちで行くっていうこともないもんな。よし、うわ、いそう。いようなに生ゴミの匂いの可能性もあるけどな、こんだけ汚かったら。よし、あ、ここ絶対来る。テストを開始します。制御班は待機して。逃げさせて欲しかった。テストを開始します。面倒だ。よいしょ。ラビチチン。よいしょ。ラビチチン。よし、ラビチン。テストこんなもんか。楽しんでいただけているかな。高みから見てんのムカつくな。ガラスなのかこれ。接触後も特に変化はなしか。おい、待ちやがれ。行くしかないようだ。変化ってどういうことだ。こっちか。よし、ここなんかあったよね、さっき。ミスティーク。敵は出てこない。よし。ああ、ここは来そうだ。てか、いるし。テストを開始します。制御班は退避してください。テストを開始します。そっちは任せる。俺の見せ場だ。よいしょ。やばい。どけどけ。マジック。サンダラー。ちっちゃいやつ先に倒しといた方がいいよね。よいしょ。よっしゃ、期待してるぜ。マジックサンダラ。よいしょ。終わりだ。オッケー。出なっ。気負いすぎる。おう、引っ込んどけ。よし、サンダラ。サンダーでいいか。よし、で、サンダーで、サンダーとクラウドもサンダー。明らかにクラウドの方が強かった。あれ、自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあ、こんなものか。次はあれだ。どれだ。なんかいいようになんか誘われてんの尺だな。よいしょ。オッケー。で、次は
てるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。正義班は退避してください。テストを開始します。ナイス。そんなもんのか。じゃあおもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。え、何？あ、狙うぞ。あれだ、モグラ叩きだ。頼んだ。俺の見せ場だ。このまま続けるぞ。マジック、サンダラ。ビリビリだ。てめえ、いった。気合入れてけ。よいしょ。この隙に迷った。ナビチン。どうしようかな。サンダーでいいかな。よし。追い打ちだ。危な。サンダー。よし。よいしょ。ケアルラ。仕切り直した。やばい。あ、くそ。おう、任しとけ。このままへばってな。アンガマックス。あれに散らす邪魔はねえな。ああ、期待してるぜ。ストップ。頼られちゃな。逃がさねえぞ。ラビチン。おう、任しとけ。そこだ。そのままへばってな。よし。本番はこっからだぜ。で、サンダー。やば。邪魔、飛び出ろ。大したことはねえ。こっちだな。よし。どうだ。ほら。おやった。オッケー。やっぱ死ぬ。ちょっと待ってくれ。3000回復しても、そうだな、9000あるんだもんな。経験値、経験値じゃねえ、 HP。 で、どいてろ。どう考えても、遠距離攻撃は、北条はこいつに当たるかもしれないから危ないよね。られた。脱出に専念しよう。よし、行こう。あんなようわからんもの使われたらそら逃がすわ。やっぱりやった。ジェインマングル。よし、この先北条はいないだろうけど、病院じゃねえ。敵もいそうだ。またあれか、幽霊系か。なんだ。おいおいおい。え、さっき。おもちゃ呼ばれて動したんだ。それは俺らに言われても。やばい。うわ、マジか、そういうやり方してくる。ちょっと待って、見破る。やっぱ電気だよね。頼られちゃな。よし、サンダラ。
でしょう。でもそんな強くないか。サンダラ。あら？ん？何どういうこと？え、何これ気持ち悪い。どれが本物かってことか。どれだ。っていうか普通に見えてるんだけど動かないと別にあれか。どれだ。ちょっと待って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 。え、どうなってんのこれ。え、サンダガとかでいいのこれ。よいしょ。よいしょ。アンガーマックス。ああ、不甲斐ねえ。マジック、サンダが。よいしょ。ちょ。ちょっと待って、回復。ケアルラ。あーもうマジか。二人ともか。やばい、また止められた。いや、やってみな。ちょあんま強くないって言ったから怒ってんのか。バレット、もう、あ、くそ、またそうやってすぐ止める。アンガーマックス。え、よし、ラピッチェン。めっちゃ倒したな。すごい勢いだ。オッケー、いい感じじゃねえか。いや、ギリギリだよ。結構大変だったぞ。で、どうなんの？け、貴重面なこって。この後、ティファたちに報告しておこう。この先で報告できるところあるか？回復だけしといた方がいいかな。まだ大丈夫かな。第四研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。いや無理でしょう。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。道が繋がっていればいいが。とりあえず一旦座らせてくれ。よかった、この回復をしない方がいいっていう、その何、采配をちゃんと振れてよかった。結構こういうのもったいないって思ってしまう人だからさ。んー、こっちいけるか。頼む。通信機じゃねえか。チファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。中央端末って戻ることになるんじゃないのかな。ティファたちでもどうなんだろう。あ、おい、大丈夫か。あ、こっちもか。よし、ラビッチチェーン。ほらやった。オッケー、助けに行こう。しまった、レッド。おい、まずいぞ。
ぞこりゃ。いや、どうする。敵とともに下の階に落ちてしまいました。尽きてしまう前、そういう時間制限みたいな苦手なんだよ。そうしよう。ティファ、聞いてるか。レッドが下に落ちた。そっちから回り込めないか。大変、急ごう。あ、こっちだよね。行こう。諦めないから。もう。よいしょ。サンダラ。よいしょ。よいしょ。当たれ。なんかごめん。いけそうかな。あ、くそ、止まってる。サンダ。サンダラ。眩しい。よし。やっ。オッケー。せめて一気に。ね、いけるやつは逃さない。私も手伝う。私に任せて立てたね。オッケー。で、こっちか。あ、なんかゴリゴリ減ってる。これやらなきゃ。お、邪魔だ。さあ。よいしょ。トークスピア。よし。くそ。よし。そこから狙える。くそ、トークスピア。危ないから。この。よし。せめてこう。ビオ。もう一回。オーバーあり。オーバードライブ。OK。 終わったね。あ、でもだいぶ HP 余裕あるな。意外とゆっくり来ても大丈夫そうだ。お待たせ。さあ、一気に行くよ。よいしょ。当てる。さあ、そこ。いった。オーバードライブ。こんなところで。当てる。よし。やばい、死にそう。ケアルラ。まだ終われない。よし。ほら。オーバードライブ。よし。外した。トーキスピア。よし。あー、くそ。勝負あり。無理。これで決める。すさまじい。助かった。やったな。クラウドたちの状況は。第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。でもこれ合流ってできんのかな。そこが結構気になるんだけど。まあ、第三か。はい、ということで、じゃあ次回第四研究室行くところからスタートしてみましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。